スーパー GT 第2戦 GT500 決勝。2位スタートの京浜 NSX-GT はレース中盤トップがバランスを崩しスピンしている隙に抜き去ると、その後後続を大きく引き離し独走。チームとしては2018年開幕戦以来の優勝となりました。